この大きな車で信じられないかもしれないんですけど、1ミリ単位で調整してますね。本当1グラム1ミリ単位で限界を超えてますね。徹底的にやり込んでますね。すごく運転しやすいなって、やってよかったなと思う車になりましたね。本当にトヨタ自動車ランドクルーザー製品企画の高山と言います。担当はですね、車種全般リアサスペンション開発を担当しておりました。入社した時からですね、 LC150 のプラドのブレーキペダル、クラッチペダル、ステアリングコラムを担当しておりました。その後ですね、グランエースのリアサスペンション開発を担当し、ランドクルーザー300、タンドラタコマ、250のリアサスペンションを担当しておりました。今飾ってあるのはですね、ベアシャシーと言われるものです。車からボディを取り除いたモデルになっていまして、シャシー部品でいうとですね、前から言うとこのフレーム、あとギア、あとフロントサスペンション、あとタイヤ、あと後ろに回りまして後ろにもリアタイヤで、あとこの中央に見えるのが、ここがリアアクセルハウジングと、あとリアサスペンションですね。はい、こちらがシャシー部品ということになります。私が主に担当したところは、このリアサスペンション、このリア周りの設計開発担当ということで従事しておりました。またこのシャシー全般ということで、フロントサスペンション、フレーム、そういったあたりも担当をしておりました。部品の図面を描くということは、やったのはこのリアサスペンションになるんですけれども、質量とかですね、やっぱり軽量化しないといけないので、その戦略とかですね、そこら辺を全部シャシー全般として、戦略を立ててました。原点回帰って聞いたときに、開発メンバー正直戸惑いました。何をすれば原点回帰になるのかとか、あと原点回帰とはですね、もともとですね、ランドクルーザーっていうのは昔からやっぱりご愛顧いただいている車で、それこそ世界170カ国累計1130万台もご愛顧いただいている車になります。そういった歴史ある車で、歴史を顧みながらどんどん進化継承させていってるんですけれども、それをさらに原点回帰させるっていうのはどういうことかっていうのを、すごく開発メンバーともにですね、いろいろ議論を重ねて、今この GAF プラットフォームを活用して基本性能を上げて実用オフローダーにするということで、それが原点回帰ということに気づきましたね。生活実用を支えるためには、やはり車の基本性能もしっかり上げないといけないということで、GAF プラットフォームというのを活用しながら、お客様の生活をお支えする、また生きて帰ってこれる車というのを開発しました。これはランドクルーザー300にも使っているプラットフォームになります。300で培われたですね、信頼性、耐久性、アクロ走破性を持ったプラットフォームになりますね。300のもともとプラドっていうのはプラットフォームが違いますので、300の方が少し車格が大きくなります。でそれをそのままプラドに持ってくるっていうのは、車のサイズがどうしても大きくなってしまうので、そこは葛藤がありました。300そのまま持ってくると、やっぱりこのオーバーハングが長くなって、基本性能を合わせながら、コンセプトはやっぱり生活実用ということで、やっぱりここオーバーハングを短くするっていうのがすごく大きなことですね。そこにすごくこだわってますね。角を落とすっていうことが非常に大事なことで、大きさを感じさせない工夫っていうのがプラットフォームとしてそこで散りばめられてますね。こちらリア周りも同じことが言えまして、ここのですね、レール後端をですね、80ミリほど300から実は短くしてます。でこれは何かというとですね、ここのコーナーを角を削ることによって、ここも車の取り回しの良さというのを実現しています。基本性能を上げるということで、このフレームのこの断面ですね、この断面、ここ、この断面を300と同じ断面にしまして、フレームのねじり剛性を上げると。でねじり剛性というのが今 の LC150 プラド比 1.5 倍ぐらいになっていまして、それで基本性能をしっかり上げているということですね。あとホイールベースも300と同じ2850に合わせています。300と基本性能を合わせながら生活実用を支えるということで、フロント周りを少し変えているのと、あとリア周りを変えているということですね。従来のプラドでいうと、今から開発する車というのは各国の厳しい衝突法規にも十分対応しなきゃいけないので、やっぱり新しいプラットフォームを持ってきて、それを対応しつつ取り回しも良くしているということですね。走破性を圧倒的に上げているというのが250になります。250で新しくしたことといえばですね、構造とかコンセプトはやっぱり300と同じものを持ってきてるんですね。ただ、生活実用ということで、非常にこれは実は見えないところなんですけれども、軽量化をしてますね。例えばこの
ハウジングの板厚にしかり、あと各このいろんなブラケットがあるんですけれども、そこもですね、徹底的に軽量化してますね。あとやっぱ車重を小さくするということはやっぱり警戒感につながるので、そこにこだわってます。もう300のプラットフォームって実はすごくそれも洗練されてまして、ほぼ完成された状態なんですね。そこからさらに軽量化に取り組むっていうのはすごく大変なことで、正直やっぱりいろいろメンバーと話しても途中でもう限界なんじゃないかとかいう意見も出たりとかですね、ありました。ただより軽量にっていうのはやっぱり設計者としての役割使命でもあるので、そこは諦めることなくチャレンジしたということですね。経験が積んでくると大体の限界値っていうのは見えてきますけれども、限界を超えるためには何回も検討して設計し直すっていうことが非常に大事ですね。構成はですね、300と同じ構成になってまして、形状シルエットは300と同一になってます。ただ先ほど申したように少し板厚を徹底的に軽量化したりとか、そういった配慮はしてますね。全体通しても本当にフレームのですね、このサイドレールに至っても板厚をすごく吟味したりとかですね、あとこちらフロント周りも少々300より作り替えてはいるんですけれども、徹底的に軽量化して作り替えてます。一番肝となるのはやっぱりこのフレームのこの縦の断面の高さなので、そこは300と同様に合わせて構成はキープしながら軽量化していると。全然限界を超えてますね。限界を超えてるというか徹底的にやり込んでますね。アクスルハウジングの一枚ものプレス、これを300に対して板厚ダウンとかして軽量化してます。だいたい 10% ぐらいですね。 10% ぐらいダウンして軽量化していると。アームの板厚にしかり、ここのアームのこちらのブッシュのところのこのサイズ、あとここの板厚とかですね、もう本当に1ミリ単位で小さく軽量化していってます。だいたいトータルで言うと5から10% ぐらいは下げてますね。例えばこのネジとか見ていただくと、この出しろですね、ネジのここもですね、限界まで詰めたりとかして一個一個それを見直しながら本当に1グラム単位で軽量化していってますね。同じプラットフォーム持ってきているので、車格というかトレッドと言われているタイヤとタイヤのこの幅があるんですけど、そこは同じで、軽量化することによって300とはまた違ったその警戒感ある走りというのを実現できてますね。生活実用、また取り回しよくっていうのがやっぱ基本コンセプトにあるので、コンセプトに合うようにするにはやっぱり軽量化っていうのは必要になってきます。まずは合成ですね。大事なのはフレーム合成、ボディ合成っていうのがすごく乗り心地には大事です。断面をたくさんちゃんと取って合成を上げて、サスペンションのブッシュとかを柔らかくしていって乗り心地に配慮すると。ただやりすぎると次総安静というか運転する時のフィーリングが損なわれるので、そこをバランス取りながら決めていってますね。細かいところの乗り味っていうのはやっぱり乗って試すというのがやっぱり重要です。いろいろテストコースがあるので、当然下山のオンロードのテストコース、また市別にもテストコースありますので、そこでオフロードの試乗っていうのを繰り返して完成させていますね。ゼロから作ってるっていうのはやっぱ企画のコンセプトとしてフロント周り変えたりとか、このオーバーハングのところですね、ここを少し変えたりとか、であとリア周りのここを変えたりとかっていうので、コンセプトとしてゼロから作ってます。ただ、プラットフォームとしてやっぱり GF プラットフォームの良さっていうのをそう持ってきて、軽量化とかですね、そこをもう一回ゼロベースで見直して、ブラケットとかこのハウジングとかサスペンションとかっていうのを見直してますね。リアサスペンション、こちらご覧いただくとですね、まずこのリアアクスルハウジングっていうのがあるのと、コイルスプリング、あとコントローラーアームというのがこちらにあるのと、あとこちらですね、こちらにあってっていうのが、あとアブソーバーですね、それが主な構成になります。で、この構成自体は、ランドクルーザー300のものを基本コンセプトとして持ってきております。300同様ですね、一番こだわっているポイントはどこかというとですね、このアブソーバーの取り付け点ですね。フレームのシルエットを見ていただくと分かるんですけれども、ここフレームのシルエットがですね、まっすぐではなくてこう湾曲していることが分かります。でこれは300からのこだわりでですね、アブソーバーのこの取り付け点をできる限りこの外に出したいというのがあります。でこれは何に寄与するかというとですね、これを外に出す方がアブソーバーの効率が上がるんですね。アブソーバーの効率を考えるときには、動走と逆走と2つのモードを考えないといけないです。動走というのは右と左のタイヤが両方同時にこう動くモードになります。こういう段差を通過したときにサスペンションが右と左両方同じように動くというのが動走のモードになります。逆走というのがそれぞれこうデコボコした道で動くとき、こういうふうに動くので、
例えば右が50上がった時には左が50下がるというようなのが逆走ということになりますね。同走と逆走のそれぞれの効率の差っていうのをなるべく同じに近づけるとすごくいいサスペンションというかいい性能になります。デコボコした道でもアブソーバーがよく仕事をしてくれて収まりがいいサスペンションになります。なのですごくしなやかに荒れた路面を走れるということですね。コイルスプリングも同走逆走同じことが言えまして、コイルスプリング見ていただくとですね、でこれはちょうどですねタイヤ の中心のところに、コイルスプリングっていうのは今乗せてます。コイルスプリングの方はですねオフロードだとすごくサスペンションが動きやすくなるんですね。要するに少しバネを柔らかくしたイメージになるということになります。なので、オフロードではこういったすごくサスペンションがしなやかに動くようになりますね。そういった配置になってます。特に重要なリアサスペンションはですねストロークできるということですね。リアサスペンションに関してはリジットにした方がですねオフロードが走りやすいというのがあります。というのは右と左がつながっていてアクセルハウジング自体がですねこういうふうに上下するんですね。サスペンションのアーム自体がこう動くのではなくてこのハウジング自体がこう動くのでそこによってストロークがすごく取れるということですね。このリアアクセルハウジングってすごく丈夫く設計してますので壊れにくいっていうのもありますし、あと構造も単純なので何かあった時でも直しやすいということが特徴としてありますね。これいわゆるラテラルロッド付きフォーリングサスペンションと呼んでるんですけれども、で車内ではフォーリングという愛称で呼んでます。このフォーリングサスペンションというのはもうランドクルーザーとかあとフレーム付き車でずっと使われている実績のあるサスペンション構造ですね。アームが全部で5本あります。サスペンションとフレームをつないでいるこういったもう本当にアームですね。こちらがアッパーコントロールアームといいます。こちらですね。でこれが、右側とあと左側で合わせて2本あります。次にですねこちらがですねロアーコントロールアームと言っていて、こちらも右左1本ずつあります。であとはラテラルロッドコントロールアームといってですね通称ラテコンと呼んでるんですけれども、それがこの左右をつなぐやつですね。こちらフレームの取り付け点とリアアクスル の, このこちらの取り付け点を結ぶアームというのでそれぞれ役割がありますね。こちらのアッパーコントロールアームとロアコントロールアームっていうのはですねサスペンションのこの上下を規制する役割を持ってます。このアームが1本なくなるとサスペンションが上下にうまくストロークできなくてフラフラすることになりますね。なのでこのアームっていうのは必ず下に2本上に2本というので必要です。次にこのラテラルロッドコントロールアームはですね実はサスペンションの上下ストロークにあまり関係なくて抑力を取るためについてます。サスペンションっていうのはタイヤからこう横方向に力を受けたりとかするのでその力をこのラテコンアームで支えてますね。コーナリングした時には当然横から力を受けるのと、あといろんな路面走った時にも横から力を受けると。このアームがないと何が起きるかっていうと、このフレームに対してサスペンションがですねこう横にすごくフリーに動いてしまうんですね。でそうすると安定した走りにならないので、このアームを1本追加することでそのフリーになる動きを止めるというのがこのアームの機能ですね。ユニットの違いによってユニットが乗るようにクロスの位置とかですね形状は同じにしつつ溶接する位置を変更していろんなユニットに対応するとかですね、そういった工夫をしてます。プラットフォームとしては部品種類種類ではカウントしなくて大きく1個っていう形で見てますね。やっぱり一番肝なのがこのレールのシルエットなので、そこを変えないように、かつこの部品をやっぱり起こさないユニットごとにっていうので、この溶接位置を変えたりとか、まあ、そういった工夫でやってますね。車種全部はなのでやっぱり全部なんですけれど、特にお客様にやっぱりご説明しているのはこのオーバーハングのところ、衝突要件というのがやっぱり厳しいので、その中でオーバーハングを短くしているというのはすごくチャレンジなことですね。衝突すると、どの車もそうなんですけれども、この潰れるゾーンというのがあって、でいかにうまく潰してエネルギーを吸収するかというのがすごく大事になります。乗員を守るためにその乗員の前で潰すということが非常に大事ですね。このフレームでいうとショートオーバーハングにしているので、その工夫というのはいろんなところに散りばめられています。で例えば一見わからないんです、こういったビードですね、ここも、ここで、潰すっていう衝突のきっかけになってます。あとさらに、こういったブラケットに至るまでこの溶接点をどこに持ってくるかとか、そういったところとか、ここにもこう折れの起点を作ったりとかですね、うまく効率よく潰すためにいろんなところに工夫がされてますね。それこそこの大きな車で
信じられないかもしれないんですけど、本当この潰れるストロークっていうのを1ミリ単位で調整してますね。もう本当あと7ミリどうかなるかとかですね、1ミリの案が出たとか議論もあってすごく苦労したところですね。本当1グラム1ミリ単位でいろんなところを決めてますね。強度と衝突、あとスペース、全部バランスさせながら、このかつこのシルエットは変えないっていうのでやるのがすごく大変でしたね。その強度で必要なのはこういったこの角のところなんですね。角のところですごく剛性とかを保持しているので、こういったところはしっかり守るようにしてますね。こちら見ていただくと、ここに溶接ラインがあるんですけれど、これが非線形テーラードウェルドというのを使っていて、厚板と薄板をつなげて、レーザーで溶接してそれをプレスするっていう技術があるんですね。そういった技術を活用して軽量化とかっていうのをやってますね。ここで強度を持ちつつ起点を作りながらという技術でやってます。信頼性、耐久性、アクロ走破性というそのランドクルーザーの本質ですね、そこを絶対ぶらしてはいけないので、それを実現しつつ今のモノコックにも引けを取らないというか、車両性能を上げるというのがやっぱり大変ですね。ランドクルーザーらしいシルエットを実現するために、このオーバーハングを短くするというのはやっぱり大事なこと で、それを実現しようとするといろんなところを少し作り変えているというのがやっぱり一番の大変なところというか苦労しているところですね。でただ作り変えているからといって性能を全然悪化させてなくて、むしろスタビライザーの取り回しとかもより剛性の高いところに取り付けて持ってきたりとかして、そこでスタビの効率を上げたりとかですね、そういった工夫もしながらやってますね。自分も乗ってみてすごく運転しやすいなって、やってよかったなと思う車になりましたね。本当にまず大きなところで言うと、サスペンションがちゃんと動くかっていうのがすごく大事なので、オートツール走った時にしっかりと接地性があるかっていうのをまず最初見てます、運転しながら。さらに細かい入力が入ってくる路面とかあるんですね、コツコツとかちょっとした段差乗り上げた時とかで、そういう時のショック感ですね、まずそれを見ます。そのショック感っていうのがちゃんと、自分が思っているショック感なのか、それ以上なのかそれ以下なのかっていうのをいろいろ見てますね。その後は、だいたい次コーナリングした時のロールするので、そのロール姿勢がいいかとかですね、ロールするまでのどういうふうにロールしていくかとかですね、そういったところを実際の車で運転しながら見てます。サスペンションが動きにくいとかってなると、スタビライザーのバネ乗数だったりとかですね、あとはアブソーバーの減衰力、普通のこのコイルの、バネ乗数とか、そういったところを次考え始めます。細かい入力のところでそのショック感みたいなのがあると、次ブッシュとかですね、考えたりとかしてますね。ランドクルーザーですね、ずっと開発してきて、やっぱりランドクルーザーって昔から使っていただいておりますので、その責任の重さ、また名前のブランドの重さですね、そこは開発者はみんなかみしめながら一生懸命開発しました。我々が自信を持って提供できるプラットフォームにしてますし、250もですね、非常に取り回しがよく生活実用と非常に良い車に仕上がっております。なのでですね、ぜひですね、皆さん乗っていただいて、楽しんでいただいて、生活に使っていただければと思います。ありがとうございます。ご覧いただいた皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。